観光元作銀兵、こたびがお主たちの初陣だ。実戦は鍛錬とは違う、経験したことのない事態も起きよう。だが決して焦るな。己が命を守ることを第一とせよ。お主たちにはこの父がついておるゆえ、存分に働くがいい。いろいろとわからぬこともあるだろう。その時は遠慮せず兄を頼ってくれ。未熟者ではあるが、少しは力になれるはずだ。職のため精一杯力を尽くします。軍神の子として恥ずかしくない戦いをいたしましょう。私も兄上たちに負けないよう頑張ります。菅銀平、菅羽の娘で菅平、菅光、菅作の妹である。護身術のために習った武芸は兄たちも顔負けの腕前。美しき容姿と素直な性格の持ち主で、民や兵からの人気も高い。時は三国鼎立の時代。彼女の父関羽は劉備の命を受け、魏の繁盛へ進軍する。お主たちの成長、父も楽しみにしているぞ。諸葛亮殿より繁盛を攻める策を授かる。いざ繁盛を攻め落とさん。我らの武勇で諸葛亮殿。この秘策をなすのだ。
守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。イロ援軍が班長に向けて進軍中。班長へは近づかせん。お前たちは俺が止めてみせる。すごく強そうな人。でも精一杯頑張ります。お務め外せなかったか。申し訳ありません。よかった、これで繁盛に向けて進めるね。あれ、もう終わりならよかった。すごいな金平、父上も喜んでいると思う。を取るのだ。このままじゃ諸君の奴らに押されちまう。援軍はどうした。であとわずか。
急ぎ援護に向かわねば。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。見ていく。そこも叶いそうにない。これは早々に下るべきか。はっ、敵将討ち取った。はっ、はっ、やっ、一人で来たか。豪胆なものよ。敵将討ち取った。職がめ、なんとね、打つやつが。これはかなわん。うまくいくさ。あれ、これでいいかな。見ていて。繁盛にたどり着くことすらできぬとは。それがしの分はこの程度か。あれ、もう終わり？ならよかった。体勢を取るのだ。この繁盛、職には渡さぬ。我が身を盾とし、守り抜いてみせよう。そこまでだ。これ以上繁盛には近づかせないよ。
城がいる限り城陽は抜かせん。繁盛を攻めるには城陽の確保が不可欠。何としても落としてみせる。よし、ここで防御体制を取るのだ。将軍、繁盛は関雲長の
雨金の降伏を受け入れた後、兵糧の消費が一段と、我が軍の兵糧は尽きかけておる。周曹に小山一大事でさ、光陵はすでに五の手に落ちてます。留守を守ってた奴もほとんど五に寝返りやがって。我らの本拠が奪われたというのか。己尊権、名も約定も破り、我らの留守を狙うとは。父上、繁盛が義軍と五軍に包囲されつつあります。なんだって。なんと、義の援軍はすでに布陣済み、五軍は南から進軍中です。この両軍の動き、まるで事前に示し合わせていたかのような。そうか、この戦の裏で呉は我らを裏切り、義と手を組んでおったのか。赤壁以来の同盟を捨て、逆賊である義と結ぶとは。己尊権、我が義の刃で必ず打ち果たしてくれる。でも親分、俺たちの兵糧はほとんど。このままじゃ孫権を撃つどころか、城を守ることもままなり。腹をくくらねばならぬか。それはつまり城から撃って出るということです。ことここに至っては繁盛にこだわってはいられまい。引くは無念なれど、拙者は兄者との約束を破るわけにはゆく。皆、拙者の言を心して聞け。我らは今よこの城を捨て、駅州へと逃げ延びる。敵を討ち功を挙げようなどと思ってはならぬぞ。窮地を脱するが第一と心得よ。まさか盟友の後に裏。赤壁で職後は共に手を取り合い、義と戦った。その後が劉備様の奥方様も後のお方と聞きました。とても素敵な人だと。それがどうしてこんなことに。みんなしっかりするんだ。今は後の裏切りの理由を考えるべき時ではない。この窮地を我ら全員で脱し、次につなげることを考えよう。さよう。今戦うべき相手は呉でも魏でもない。任せてください、俺の足で。おっと、俺一人が生き残ってもダメですよ。親分たち全員が生き残って、みんなで劉備殿に会わねえと。みんな一心に。父を恐れるでないぞ。いざ出発せん。北からは魏、南からは呉が迫るか。包囲を破り、生きてこの地を脱出せねば。おのおの死力を尽くして進むのだ。南西の臨所で落ち合おうぞ。水は当分引きそうもないな。裏門から脱出できればいいのだが。だったら橋を作るのはどうかな。
順調に廃材が集まっているな。この調子でさらに探してみよう。これだけ集まれば十分だ。橋作りに取り掛かろう。申し上げます。裏門への橋が完成いたしました。銀兵、勇ましく力強い武だ。父上に一番似ているのは君かもしれないな。好都合だ。お前たちはこの守備砲が撃つ。主義法がお前を灰にしてやる。うまくいきそう。あれ、これでいいかな。こうだ、敵を撃てないなんて不完全燃焼が結末だな。敵将撃ち取った。もう終わりならよかった。さすがだな銀兵、あまり壊しすぎるなよ。すごいな銀兵、父上も喜んでいると思う。
勝利は我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。王位を破り、ここまで逃げ延びるとは、ずいぶん手間取らせてくれたな。貴様の命運もここまでだ。覚悟せよ。ここまで追い詰めておきながら倒せぬとは。敵将撃ち取った。この御使命がお前の相手だ。うまくいきそう。あれ、これでいいかな。見ていて。どうなることかと思いましたが、なんとか包囲を突破できましたね。うん、だが妹も諦めてはおるまい。兄者のもとへ戻るまで気を抜いてはならぬ。まぬな、二人とも死での道行きまで供をさせることになるとは。それは言わねえお約束ってやつです。親分は俺が憧れ続けた軍神、行き先があの世だろうがどこまでもお供しやすぜ。拙者は軍神関羽の子、最後まで恥じることない戦をするだけです。良き友、良き子らに恵まれた家宝よな。兄弟との誓い果たせぬは無念だ。我が命ここに燃やし尽くそうぞ。いざアイラン。父上、兄上、周曹殿、皆で落ち延びようとおっしゃっていたのに。父上たちは敵を引きつけてくださっていた。包囲を突破できたのはそのおかげだ。私たちは最後まで守られてばかりだった。まだまだ教わりたいことがいっぱいあったのに。私たちはこれからどうしたらいいの。
今は悲しみに沈んでいる場合ではない。父上の言葉通り益州に向かおう。そうだね、劉備様にちゃんと報告しないと。私たちの口から父上の最後を。ああ、劉備殿はきっと深く悲しまれるだろう。生まれた時は違えど死ぬ時は同じ、そう約束した兄弟だったのだから。ほう、劉備殿がついに決断された。護衛せ。おい、明日か。ひょくとくが。雲長、ひょくとく、お前たちの無念を晴らそう。医療へ進軍し、孫権をこの手で撃つ。蜀軍は東洋の戦いで魏軍を圧倒していた。だが劉禅より帰還命令を受けたため撤退する。実はその命令は劉禅のものではなかった。蜀帝を語り偽の命令を出す者が蜀の内部にいたのである。蜀は国内分裂の危機に瀕していた。そんな中、韓銀平は自分のやれることをやろうと決めていた。彼女は今日も正妻に鍛錬を申し込む。銀平殿はとても強くなった。以前のように力任せに戦うだけじゃない。そう、真の強さを感じる。褒めてもらえて嬉しいな。正妻殿、修行に付き合ってくれてありがとう。大切な人たちを守るってすごく難しいよね。でもくじけちゃったらそこで終わりだし、正妻殿みたいにみんなの希望になれるよう私も頑張らないと。
あなたを見て救われる人は今でもたくさんいると思う。でもそれだけじゃない。銀平殿がそうである限り、私たちはあなたという希望を見ていられる。じゃあもう一回いいかな。わかった。今日はどこまでも付き合うから。やったー。